はいどうも、チャンプレーです。今日ね、俺イオンに行ったんだけど、そこで買い物しててちょっとあるものをね見つけたんで、お、これは動画で使えるなと思ってちょっと買ったものがあるんで、それを紹介していきます。それがこちら、ディディーン、ペヤング焼きそばアップルパイテイストでございます。なんか最初見た時アップルパイと思って、で上見たら焼きそばって書いてあるから、なんじゃこりゃと思って、しかもなんかコスモをね感じさせるパッケージなんだよね。なのでこれめちゃくちゃ気になるなと思ってちょっと買ってみました。それじゃあお湯入れていきましょうか。はい、あとはこれで3分待ちます。3分間待ってやる。あとは湯切りをしたんでこれ入れていきます。タレ、おー、大丈夫かな。アップルパイテイストってどういうこと、おやつ感覚なのかな、なんかアップルパイみたいな感じで、ちょっとマジで気になるねこれは。はい、というわけでね、ある程度混ぜ終わったんで、じゃあ食べていきましょう。やばいな、焼きそばとアップルパイだぜ実質。こっちに喋ろ。なんだこれは。もう一口食べてみようか。いただきます。なんだろうこれ、あーやっと味が分かってきた。なんでアップルパイと焼きそばを一緒にしたのって感じの味ですね。まあうまくもなければまずくもないって感じ。また食べようとは思わないそんな感じの焼きそばですね。悪くはないんだけど、でもとびきり良いってわけでもないから、そんなねリピートするような感じではないね。はい、というわけで残りは動画外で食べたいと思います。スーパーとかコンビニもあるかな、なので見かけたらぜひ買ってみてください。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録高評価お願いします。それではチャンプルーでした。バイバイ。